She's putting all her cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like this forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. せーの、ワイキョーチャンネル始まるよ。ふみです。はるたです。今日は棚田キャンプ場に来ています。はい、棚田キャンプ、はい、久しぶり。久しぶりやな、うん、ウコンアグリパークさん、はい、第3回棚田キャンプです。楽しみやったね、今日、うん。じゃあ早速テント設営していきましょう。お手伝いよろしくね。はい、バイバイ。ということで設営完了しました。はい、完了したね。ちょっとお腹が減ったので、お昼ご飯作ろうか。はい、今日はあのママが前アルペンアウトドアで買ったマイキャンプカレー、こちらでお昼ご飯作っていきたいと思います。あと無印良品でずっと気になってたこのナン、うん、なお子供たちにコネコネしてもらおうと思ってます。じゃあ作っていきましょう。よし、レッツゴー。全部入れるね。はい、うわすごい、小麦粉みたいですね。オッケー、はい、混ぜ混ぜお願いします。わあ、美味しそうな、これだけで。オリーブ油入れます。はい、はい、おお、すごい。はい、まとまりになってきたから、次は手で5分ぐらいコネコネしてください。5分ぐらい、イエーイ。いや、気持ちいい。片栗粉やな。それじゃあ、あの4つに分けてたらどうですか。When I'll be coming home.Whenever we're apart
こんな感じで美味しすぎる。なんかもちもちしてるな。はい、カレーとナンが相性抜群です。抜群ですね。ふふ TV のほふみです。何する？決めとったんちゃうか。決めてない。今日は棚田キャンプに来てます。見てください。行くで。綺麗じゃないですか、皆様。景色を、ヘマリをみんなに見せてあげますね。かわいいです。ママだよ。ちょっと待って。かわいい。今日は、すごく景色が良いです。ゆっくり過ごしてきます。バイバイ。これずっと前から作ったね。楽しかったね。さくらこちゃん。ついたぞ。ついた。To ask, I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you. Never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. Yeah, I had you where I wanted you. Had you by my side. It was all I ever needed.ほらめっちゃ綺麗よな、また来年かな。うん、綺麗。皆さん体験してほしいです。はい、ぜひ来てください。ぜひぜひ。綺麗な、めちゃくちゃ落ち着く。ふーちゃん、それ何？1500本そうです。ろうそくあるって言うてたな。ほんま1500本や。1500本あります。何本つけれた？50本。あ、入れた。61本ぐらい。61本。みんな競争やったもんな、つけんの、うん、一瞬やった。1本ぐらいでみんなつけた。なあ、うん、じゃあ、入れた61本。今からご飯作りましょうか。はい、はい、バイバーイ。おはようございます。おはようございます。すごい雨と風でしたね。うん、寒かった。朝ごはん作っていってます。はい、僕は焼きおにぎりと、この前フラテリートさんにもらった商品、アウトポッチの新感覚ポーション型味噌スープを塗って焼きおにぎり作りたいと思います。え、はい、やばい。絶対うまいやん。ねえ、食べるって言ったらどうだろう。出来上がりました。美味しそう。美味しそうや。じゃあ子供たちに食べてもらいましょう。これいただきます。これな。うん、見てほらこっち。うまっ。カリカリ。うん。焼きおにぎり。よかったな。めっちゃ美味しい。俺がこれ。美味しい。うん。手まりも欲しがる美味しい。じゃあここにあるから。
習完了いたしました、今回の棚田キャンプは、まあ、夜雨降って風強かったんですけど、キャンドルナイトもできてすごく良かったです。で今回このエスカルゴさんのマットをお借りして、一泊泊まってみたんですけど、すごくあの寝心地良かったです。で今回コットじゃなくて、シュラフの上で試させてもらったんですけど、枕の部分をちょっと2回ぐらい折って使うとめっちゃ気持ちよく寝れました。今月末ぐらいに発売ということで、皆さんよかったら店頭で触ってみて購入お願いします。そして今日の棚田キャンプにはツイッターでいつも絡ませてもらってるトモさんご夫婦と、ポキさんに会うことができました。よかったです、ありがとうございました、声かけていただいて。でトモさんにいただいたこのトモさんおすすめチャオッペブレンドコーヒーいただきました、ありがとうございます。今日はちょっと風が強すぎてそのまま撤収ということになったんで、次回のキャンプでぜひ飲ませていただこうと思います。本当にありがとうございました。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました、棚田キャンプ主催の皆さん、今回もお世話になりました、ありがとうございました。ファイティアオママでした。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。じゃあ次回会う日までバイバーイ。